水中綱引き北緯35度36分42.6秒、統計135度53分29.8秒、北緯35.611833度統計135.891611度、35.611833 13、135.891611、運河に飛び込む男性日光橋東詰めの、様子ひなたの綱引き行事は、 福井県三方郡三浜町日向にて、毎年1月に行われ、17世紀初頭から続く、豊漁を祈願する神事である。男衆が橋から運河に飛び込み、水面に浮かべられた藁でできた太鼓を引き合うことから、一般には水中綱引きと呼ばれている。1980年12月12日に、国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民族、文化財に指定されている。 日向は、三方五個の日向湖と若狭湾に挟まれた地区にあり、漁業が盛んな集落である。綱引き行事は1月の第3日曜日に湖と海を結ぶ運河で行われる。運河に架か,かる高さ8メートルの日向橋の中央欄間から男性20から30名程度が数名ずつ順番に飛び込み、両岸に渡された長さ40から50メートル、太さ20から30センチほどの綱を、 引きちぎる。運動会のような綱引きではなく、東西両岸の二手に分かれ、杭に固定された綱を引っ張ったり、むしったり、噛みついたりし、早く綱を引きちぎる。競礎やいをする。元は、役払いの意味から、二十五歳役年の男性が、新時に参加していた。現在は、二0から三十歳代の若者が中心である。ただし特に年齢制限は設けておらず、最高齢では、 管理の方が参加したことがあるという。綱引き行事の由来はいくつかあるが、主なものは以下である。昔、湖と海をつなぐ運河に、おろちが出て川を塞ぎ、船が通れなくなりに村人は、大層困っていた。そこで、村の知恵者に相談すると、大蛇が恐れるほど大きな綱を、刃物を使わずに引きちぎり、村人の力を示してはどうかといった。そのようにすると、 おろちは出なくなったので、縁起の良い行事として続けられるようになったという。また、記録によると、海側の砂浜が侵食されたため、代わりに、日向港船だまりとしたいとの村人からの要望を受け、1635年に、小浜藩主、坂井忠勝が、海と湖を結ぶ運河を改作し、日向は天然の良好となった。この運河完成と豊漁を祝して、 砂引き行事が始められたという、神事は以下のように進行する。ありがとうございます。